こんにちは、ビアンカクリニックの新業中です。本日はですね、皆様から寄せられたご質問に、いくつか答えていこうかと思います。今回はクマに関するご質問です。まずクマの原因は何かということですけれども、クマにはいろいろな種類があります。その中でも目の下の膨らみによってできる影、これがクマに見えている方、これは原因は目の下にある眼下脂肪という脂肪、これが生まれつき多い、もしくは年とともに脂肪を支える筋肉や皮膚が緩んできてしまって前に出てきてしまう、これが膨らみのクマの原因です。クマを予防することができるのかということですけれども、クマはですね、もともと眼下脂肪というものが多い人に関してはこれはもう予防はできません。ただ、目の下をかなりこすってしまったり、皮膚が緩むような動きをしてしまうことはクマに関しては良くないかなと思います。クマの治療として切らない方法はあるのかということですけれども、よく切らないクマ取りというふうに言っているのは実は切っています。この結膜という目の裏側ですね、こちらを切る、要するに表面を切らないという意味で切らないクマ取りという形で、表現している形が多いです。ですので実際には傷は目の裏側にあります。ただ表からは見えません。最近いろいろなクリニックでよくやっているクマに対する脱脂、脂肪を除去する手術ですけれども、脱脂をするとクマの膨らみは改善します。そしてそれは術後何年か経って再発するのかというご質問ですけれども、結論から言うと10年20年経った後に再発する可能性はやはりあります。これはまた脂肪が前に出てきてしまう、もしくはさらに脂肪の前の皮膚が緩んでしまう、これによってクマの再発というのは、ありえます。なので、一度クマを取ったから、永久にできないというものではありません。クマの手術はですね、この目の裏側、結膜を切る手術なんですけども、この結膜を切る手術、同時に行えるものとしてグラマラスライン形成というものがあります。これは目の下のラインを少し下げることによって少し垂れ目にしたり吊り目を改善したりする手術なんですけども、これはクマと同じアプローチ、同じ視野で手術ができるので同時に手術することが割と多いですね。なのでクマにお悩みで、かつ吊り目を直したい、もしくは目を柔らかい印象にしたいという方には、クマ脱脂プラスグラマラスライン形成同時手術というのをお勧めしております。ということで今回はクマに関するご質問いくつかお答えいたしました。この動画が参考になったと思う方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。